さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ダンサーズライフサポート、通称 DLS は、生徒の安全と将来の健康を第一に考えるレッスンを当たり前にを合言葉に、元オーストラリアの政府認定バレエ学校専属セラピスト兼セミプロフェッショナルレベルのダンサー向けのエクササイズ、解剖学と怪我予防のクラスの講師を担当していた佐藤愛が、大好きなバレエを心ゆくまで続けたいダンサー、バレエの先生へ情報をお届けしております。今日のポッドキャストでは、今週末に発表される来日セミナースケジュールの前に、パンデミック後初、3年ぶりの来日セミナーに対する意気込みや不安も赤裸々にお話ししていきたいと思います。スタートする前に、最近 DLS ポッドキャストワールドへいらっしゃった方々のために、まずはいらっしゃいませ、そして、いろいろな意味でマニアックな DLS ポッドキャストへようこそ。ポッドキャストでは、バレエ解剖学やエクササイズ理論、エビデンスベースの情報だけでなく、元バレエダンサーを目指し留学し、様々な怪我や病気を通り抜けて、異国の地でビジネスを経営している佐藤愛という人間の裏話などもしております。なので、いろんな意味でマニアックという言い方をさせていただいております。さて、長年ポッドキャストを聞いてくださっている皆さんならご存知のように、2019年の手術を経て、母校でもあり10年以上講師として働いてきたバレエ学校を2019年に辞めて、 DLS 一本、より日本のダンサー、バレエ教師の皆さんをサポートする仕事をしていくぞと気合を入れたところで、コロナとなり、世界で一番ロックダウンが長い街と言われるメルボルンにて3年、ようやく2023年3月に来日セミナーを行うことになりました。3年ぶりですよ。長かったね。今週末にお届けするメルマガでスケジュール発表をする予定なのですが、やっぱりまだコロナが完全に終わったわけではないですよね。去年のクリスマスあたりでも、ライバル制作のお手伝いをお願いしていたフランスにいる方がコロナになって作業中断とか、友達がクリスマスイブにコロナ発覚、すべてのクリスマス行事キャンセルになったとか、 SNS を見ていても、日本ダンサーはレッスン、リハ中にマスクをしている姿なので、すぐに日本の写真だとわかりますし、まだまだ甘く見てはいけないんだろうなという気持ちとともに、報道はされていないけれど、医療関係者さんたちはまだ大変な生活をしているんだろうなとも思います。そんな中なので、3月来日セミナーはギリギリまで迷っていました。ギリギリというのは、裏作業のギリギリという意味なので、もちろん皆さんには1月中旬にスケジュールを発表しますし、2月の頭に申し込みをスタートする予定です。スケジュール発表と申し込みの間に少し時間を設けているのは、その間にご自身のスケジュールを調整しなければいけない人もいるでしょうし、裏ではライブラリー1年会員さんや高2たちの先行予約申し込みも行われているからです。なので、ギリギリというのは去年の11月ぐらいの話なんですよ。本当は6ヶ月前から準備すると裏でバタバタしないで済むので、 DLS チームは楽なんですが、状況が揺れ動いていましたもんね、9月10月あたりは。ですが、腹をくくって3月来日セミナーを決行することになりました。昔みたいに5大都市を回ってというツアーはできませんし、クラス数も少ないです。1ヶ月ずっとセミナーしていたなんていうことも過去にはありました。北海道、名古屋、九州、そして東京でフィニッシュみたいな時もありましたけれども、さすがにそれは無理というか、やりたくないというのが本音です。なので、中学生以上のダンサー、大人バレエトレーニー、バレエや他のジャンルの先生、治療科トレーナーも受けやすいオールラウンダーなダンサーの足セミナーと、今回初おろしとなる教師が知っておきたいエクササイズクラスの2つだけをご準備いたしました。もちろん、インストラクターコース卒業生、通称高2たちは高2合宿というスペシャルイベントがあるのですが、それはすでに彼らに発表してあるし、申し込みも始まっているので、今日のトピックには入れないでおきましょう。東京に来られない人たち、スケジュールが合わない人たちにもチャンスがあるように、来日のちょっと前に、教師のためのバレエ解剖学講座モジュール1、2をオンラインで行うことになっています。2022年8月に一時帰国した際は、インストラクターコースの皆さんだけにお会いしたんですね。本当に少人数で、知っている人たちだけで、それで問題なく終わらせられたので、多分大丈夫だとは思うんですが、いくらスタジオ内やクラス中に気をつけていても、移動中の電車とかは避けられませんよね。日本でセミナーをやられている方々は多いですが、心配じゃないのかなと思ってしまいます。でも、実際に日本に住んでいたら、日常に戻らなければ生活していけないんでしょうね。発表会もこれ以上延期できないでしょうしね。3年というと、中学生で舞台がゼロとかになってしまいますものね。
なんてお話ししたら、セミナーに来るのが嫌になってしまう人もいるかもしれません。もちろんそこはご自身の体調やシチュエーション、ご家族の年齢などに合わせて判断していただければと思いますが、生徒の安全と将来の健康をと言っている私が、コロナなんて心配しなくていいよ、セミナー来てねとだけ言っていたらちょっと違うんじゃないかなと思います。介護している家族がいるとか、他の病気を持っている小さなお子さんがいるなのであったら心配して当たり前だと思うんです。もちろん3月春休みの期間だと交通費や旅費もバカにならないという地方組の人たちもいらっしゃるからこそ、今回あえてモジュール1、2はオンライン、そして他のクラスを現地セミナーという形にしました。それから DLS のライブラリもできてますからね。お財布に優しく自分のペースで勉強したい人はライブラリをチェックしてください。個人的な佐藤愛の願いは会場で皆さんにお会いすることです。ずっと3年間会えてなかったからようやく久しぶりって言える日が来るのを心より楽しみにしています。DLS の経営者としてもセミナーをやるからには人が集まってほしいです。今回の皮切りに定期的に来日セミナーが再開できたら嬉しいから。でも、治療家、ダンサーの健康をサポートする側としては自分に合わせてほしいと思う。勉強する気、やる気、云々ではなく、もっと多くの要素がセミナー参加が可能かどうかを決めると思うのです。特にパンデミックになってからは。ご家族が医療関係者だったら、この3年間、人が集まるところでは嫌がられたなんていう経験があるかもしれません。そしたら、人が集まるセミナー会場は不安でしかないとも思います。だから、オンライン、オフライン、両方の勉強オプションをお渡しすることができて初めてインクルーシブな学びの場を DLS が作ることができると信じています。さて、戻ってきた DLS セミナー、久しぶりに参加したいな、今年の抱負の一つだったんだよねと思ってくださっている人がいたら、まずは今週末のスケジュール発表を見てもらって申し込みをしてもらって、そしてどうぞ体力をつけてくださいね。体力アップと体調管理は怪我予防でも病気予防でも基本になります。ということで、こんなことを考えながら来日セミナーの準備をしているよという話と、たとえ今回セミナーに来られなくても DLS には様々なオンラインの勉強オプションがあるから無理しないでねということをお伝えできていたら嬉しいです。ではまた来週の金曜日ポッドキャストでお話ししましょう。ハッピーランシング、佐藤愛でした。